ゼップ名古屋にてツアーをね。ヒロくんこんにちは。まあさんこんにちは。はじめまして。今日はね、ちょっと iPad の充電が気づいたら少なかったので、携帯からのお送りなので、ちょっとコメント頑張って追いつけるように頑張って追いつけますね髪型編みたらし巻き、外巻きでした。全部外巻きにしました。昨日は楽しかった。すっごい楽しかった。本当にあっという間でびっくりしました。めっちゃあっという間だった。こんにちは。りほさんはじめまして、ありがとう。ねえしげじさんありがとう。プロさんはじめまして、よろしくお願いします。ありがとう。 I love you。 ありがとうございます。夢かと思った夢じゃないよ。こんにちは。最近ゆうかちゃん好きになりましたって、ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。北青いいよね。私もすごい好きです。振りも好きだし歌詞も好き わー、ありがとう、嬉しい。しんさん、タワーありがとうございます。嬉しい。ツアーもありがとうございます。本当にね、楽しい思い出を2024年もいっぱい増やしていけたらいいなありがとう。コメント読むよ。ありがとうございます。タワーすごいタワーありがとう、ありがとうございます。すごいたくさんね、やっぱもうライブはね盛り上がりますね。いや、ジョイはすごい、嬉しい、ありがとう。2024年、またまたいや、ジョイ頑張るよ。頑張ってね、2周年コンサートも決まってますから、どん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 毎ステージごとに成長できるように頑張ります。ありがとう、嬉しい。これからはいっぱい会いに来てね。今年の目標、ゆうかちゃんに会うことです。嬉しい。これはもうすぐに叶えていきましょう。もう2月からオンライン個別お話し会もありますし、すぐに叶えたい嬉しい。演出すごいね、大好きですね私はね。ツアーの演出すごい楽しい。ありがとう。名古屋飯、なんか味噌カツサンドみたいな差し入れをいただいたので、味噌カツサンドを食べました。くれかな、多分名古屋っぽいのは。こんにちは、ゆうやんさんありがとう。おみくじありがとう。みんなに自慢してきます。嬉しい。いっぱい自慢していっぱい広めてほしいな。ありがとう。昨日ありがとうねって、こちらこそありがとう。今年も好きだよ、ありがとう。伊藤ちゃん、ありがとう。たまちんさんこんにちは、はじめまして、よろしくお願いします。あーって、またまたお久しぶり。何度目ましてだろう、3、4度目ましてくらいだね そう、エビフライサンドもあった。もしかしたら同じところかもね食べた場所は。昨日楽しかったよって、ありがとう、嬉しい。
チキアタタをよかった。私の画力がなんかな謎画力でしょありがとう。はじめましてしたいね。早く会いたいよ。皆さんのこともっと知りたい。友達初めてニアジュエルライブ連れてきて良さを布教したよ。おありがとう、嬉しい、ありがとうございます。動画見たよ、ありがとう、嬉しいね。あっという間じゃない、あと東京公演だけなんだよ。この年末年始がさ、すごいこうニアジョイはツアーでねあって、すごい充実してましたが、あっという間に東京公演だけになってるなんて早い。こんにちは、すごい時間をかけなしすぎたか、ニャジョイゆうかちゃん出会ってよかったよって、嬉しい、ありがとう。ライブもねこれからもまたまた頑張ります。こんにちは、こんにちは。私はねすんごい今筋肉痛なんですよ。昨日から筋肉痛なんだけど、筋肉痛でおいしょと、おいしょと今歩いてますこんにちは、筋肉痛になってます。そうみなさんも立っててね、足ね筋肉痛になるよね。フライハイ大丈夫大丈夫、昨日本当に楽しかったって、楽しかったよ、楽しかった。チキスさんや当たった、嬉しい、よかった。皆さん当たったかなって、すごい気になってた。そう駅で見てた、編集中見てたよ。いつきありがとうございます。よいしょ、スマホカバーの形に画角がなってしまう、ちょっと変えるね。うお難しい、こうしてこう、いやー難しい、すごい下向きになるんだよね。上げたらいいのかな、すごいなんかね、なん横やなんやだわ、ちょっとこっち向けに、すごい前のめり、前のめり画角みたいになってる。まあいいか、こんにちは グッズもね可愛い、パーカー着れたのめっちゃ嬉しかった昨日ありがとうございます。うわーすごーい、けんちゃんありがとう、たつ年だわ、嬉しい、けんちゃんありがとうございます、嬉しい、会いに来てくれてありがとう。2024年も楽しみいっぱいだね嬉しい、けんちゃんにいっぱい会えるようにこれからも頑張るね、ありがとう、嬉しい、たくさん会える一年になりますように、いつもありがとう、イエーイ、ありがとうございますツアー全部参加できてよかったなって、ありがとう、いっぱいね、多分毎回ね
ちょっとずつ違うからね。昨日ライブ行ったってありがとう。楽しかった？楽しんでいただけたかな？昨日本当に楽しかった、ありがとうってね、いっぱい見合ったね、ありがとう。昨日の公演が幸せすぎて大好きマシマシ、やったやったねー、マシマシ。大阪の時新衣装来ましたね、来ましたよ。うん、来ました、来てるはず。さすきさんこんにちは、こんにちは。かよん中吉ありがとう。けんちゃん、けんちゃんありがとう、嬉しい、ありがとう。ダンス激しかったね、すごいね、ダンスしてるって感じしてた。頭使って踊ってるって練習の時はね、すごい踊り込まないとだったので、もう今踊ってるって感じでしたよ。月夜さんありがとう、今年も好きだよ。ツアーの思い出話は東京公演終わったらもうちょっと詳しく話していくね。一応ね、まだねネタバレしない、聞かないって方もいらっしゃると思うから、半々ぐらいで話していくね。キリーさんはじめまして、ありがとうございます、よろしくお願いします。ユニット嬉しい、頑張るねー。名古屋飯は味噌カツサンド食べました。あの差し入れでいただいて、それを食べましたかね。お土産とかは特に買わずに来ました。あの私の足がもうガクガクだったのでちょっと歩きませんでした。まあ歩いたんだけど歩きませんでした。そうな、メンバー買ってるメンバーもいた、お土産を。私はもうお土産は買わずに帰りました。また、だからゆっくり行った時とか書いたらいいなと思います。いや皆さんのひつまぶしとか味噌カツの写真とかね、こうリプでね見てたんですけど、あの美味しそう、食べながら、そう来ましたね。名古屋は2回目ですかね、前回あのお仕事でね聞かせていただいて2回目でした。ムレンメクトレンドなってるのね、ありがとう、嬉しい、いっぱいツイートしてくれてるのかな。やえさんはじめまして、丸山優香です、よろしくお願いします、ありがとう。いいね、美味しいよね、ヤバトンの味噌カツ美味しそうだった。皆さんの写真、ケンフビリュウさんよろしくお願いします、はじめまして。村山田の亀子さんの写真、そう村山田でね、あの一緒にいようねって、あのリハの時だったかな、でも約束だよって言ってたので行きましたね、一緒にルンルンとしました。こんにちは。今回の名古屋のね公演はすごい
フリーの時とかに結構みんなとわちゃわちゃしてた気がする。あいあいがさ相手は誰なの、こんにちは。確認ちょっと美味しいやん。遅れましたけど明けましておめでとうございます。1年間よろしくね。今年も1年間1年間今年1年もよろしくね。村山で自然豊か、自然豊かだよ空気美味しいかも。マイナス4とか出てるかな前髪は昨日は切りましたね。めっちゃ切った長すぎた、めっちゃ切りましたね。今日はすんごい寝た、寝てた、なんかすごい寝てたぼっち馬さんかな、はじめまして、ギフトもありがとうございます。村山優香です。2013年の13月だねあ、2023年か。ペンライトね見えますよ。山台とか登ったらさらに奥まで見えますね。こんにちは、こんにちは。涙出たってありがとう、ね、みんなコメントもね。たくさんねペンライトも見えて嬉しかったです。赤のペンライトって会場が赤に光った時ってあのめっちゃ馴染むんだなっていうのを気にしましたすごい馴染んでた。そう、フリフリありがとう、いっぱいしてくれて。立ちって結構ね高さがさないと思うから結構ねで、ね、皆さん立てるのも大変だと思うのにずっとね見てくれてありがとうございます。こんにちは羽田まで一瞬飛ばしますあと1週間頑張れー。ペンライトフィルムありがとう、嬉しい。ペンライトフィルム私好きなんだよね、なんか着せ替えみたいなさ着せ替え人形みたいな気持ちでフィルムなんか好きなんだよね赤いっぱい見えたよ。近くだったらフィルムまで見れてるかも。赤しか光らないペンライト嬉しい。あいマシマシやん、赤目立つ。メンバー結構赤のメンバー多いから、赤入ってるメンバー3人いるから、そうでもたくさん見えますね。そう、多分3かぶってるのが3人なのは赤だけ
どうなんだろう、わかんないけど、紫系も紫ピンク系も何かいるもんね。おお嬉しい、とうとう連番できて嬉しい、よかった。つながる、なんか人とのつながりってなんだかいいよね。こんにちは。新しいタイプの感じだ。ゆかちゃん赤赤だね。すごい、めっちゃ配慮ありがとう。すごい演出もね。昨日初めてニヤジェンならい行きました、楽しかった、ありがとうございます。かまちさんありがとう、嬉しい。推しは決まりましたか、どうかな。嬉しい、ありがとうございます。ニヤジョイの前にハマってください、ぜひぜひ。赤と間違えやすいのは赤オレンジと赤赤がこうやってじっと見てるかな。赤黄色もあるかな、赤。でも皆さんにね手触れて嬉しいですよ私は。明太子好きだよ。姉と一緒に行ったけど姉がゆうかちゃん推し、嬉しい。2階席でフリフリしてたって、ありがとう。2階席もね赤のペンライト見えてたよ。赤とオレンジダメだよ、赤と赤にしてくださいよ。赤と赤でもじっと見てるよ。明太子美味しいよね。昨日はね、あれだった。じーっていろんな方見てた。名古屋は味噌カツサンドをケータリングでいただきました。歌声に鳥肌が立ったって、ありがとう、嬉しすぎる。ちょっと歌もねまだまだだけど上手くなれるように頑張る。味噌美味しい、やっぱ味が違うじゃん、その味噌の味がいいね。食べたくなるね。なんて言うんだろう、名古屋の味噌ってなんだろう、赤味噌、何味噌分かんないけど、ちょっと特殊味噌、甘い赤味噌、美味しいよね。いくちゃんはじめまして、よろしくお願いします。私のうちはなんかいろんな味噌食べてた、赤味噌ではないのは確かなんだけど、合わせ味噌、米味噌、白味噌、白でもない、合わせ味噌、米味噌、わかんない、なんかそんな感じの味噌でした、私のうちはね。そう、私は赤一色です。ペンライトの色にもよるからね、ペンライトの色、違う、ペンライトの種類によっても赤とオレンジと赤と赤の見分けがつく色とつかないものあるから、うんって感じかな。赤と赤とか赤とオレンジは、こんにちは、ハートありがとう。名前ね、本当だ、いっぱいお呼びしてた。
ペンライトザクタ赤でありがとう、嬉しいね。赤赤そうピンクにね、そう途中ね赤を持ってくださってる皆さんが固まってる場所があったんですよ昨日は。がそこ一帯がめっちゃピンクになってた時あった。月尾さんありがとう、中吉ありがとうございます。そのライトにもよるよね、その時の会場のライト、ステージの照明とかにもよってなんかこう皆さんの顔がピンクになってた反射して暗い時かな、色がなんかこうそうそうそう暗い時とかピンクに、濃いピンク、でもピンクはピンクでねメンバーの子いたりするから、そうそうそう。恋したりするのかな無意識の中に、おおすごい無意識領域に達しましたか、やったそう、失念したわけではないです、ありがとう、嬉しい。私は昨日見つけましたよ、あの赤なのに赤じゃない子になんかしてた方見つけたからねって思いながら見てたちょっとって思ったよこんにちは。まあね、皆さん好きな推し方があるから強制はしない、強制はしないけど、おーっておーってなったはじめまして、嬉しい、早くはじめましてしよう。え、見えてるよ、見えてるよゆうかちゃんしか見れない眼球すごい眼球すごい、やったレイさんかな、ありがとう、ハローカウ隠しておくべきなんだよなって、そうなるつもりなのね、悲しいとか言ってね。いや皆さんのね好みがありますから、強制はあれだけど、強制はしないけど悲しくはなるなっていう話そう難しいよね、皆さんも多分大変だよね羽田来週あっという間だよ、早いね。メガネかけてますいやいや見失わないよそんな、ありがとう、ゆかちゃんしか見てませんありがとう。ライブはね宮城みんなで作るものですから、宮城のことが好きでいてくださったらそれでだけでもすごく嬉しいです。じゅさんこんにちは、よろしくお願いします。味噌カツパン食べました、なんか楽しかった、ありがとう。2階は見えてたよ、2階はね山台に登った時に結構ほとんど同じ目線の高さになるからすごくね見えますよ。宮城メンバーみんな好きですって嬉しい、それがいっちゃう、もうね宮城好きでいてくれる方はもう幸せですうれしい、目に焼き付けれた、うんうんうん、よく見えた、よかった、うん、みんな好きね、みんな好き、遅れたこんにちはって、こんにちは
っという間、一日があっという間だ。楽しかったね今日は。と昼と夜公演の間がすごい短く感じた。もう夜公演だってなって気づいたらもうセトリも後半だみたいになってた。確かに私ね、なんか2024年になってはいるけど、あんまりなんかすごい2024年間なくて、ツアー終わったらなんか年明けたって感じがしそう。体力はいるけど、その分すごいケータリングとか食べても罪悪感なく食べれるから、すごいもう一石何鳥だってくらいにやっぱライブは楽しいですよ。体力面でもね、置いてもだって美味しいものいっぱい食べてもさ、動いたもんってなるじゃんだからね、気にせず食べてる。なかなか普段日常生活でこんな動くことないから、どんぐらいカロリー消費してるんだろうね、わかんないけどね。えすごい、どんぐらい動いてるんだろう。大体何曲、何曲くらい、何時間、3時間半ぐらいは踊ってるってことかな。どうなんだろう。結局プラマイゼロぐらい、そうかな、2時間くらい、トータル2時間、1公演2時間くらいですか。1公演2時間、おお4時間踊ってたの私昨日。あんまそうは感じないけどね、ライブしてると。なんかそんな、なんだろう、うん、あんますごいね踊ってるとかはね感じないかん、うん。カバーブロックに関しては昨日は踊ったって感じしたけどね、それセトリでしたから、ね、24曲なんだ、すごい。24曲してるんですね。一人で24曲踊るのとさ、こうああいうね皆さんといるその空間で24曲踊るのだったら、もう 100% 皆さんと一緒にね過ごしてる方が楽しいから、もちろん一人で踊るの楽しいけど、何倍もね皆さんといる方が楽しいから、本当にあっという間なわけですよ。4時間か、すごい。腹筋割れてた私、ありがとう。全然だよ、全然ですよ。マジ楽しそうでよかった、めっちゃ楽しかった、めっちゃ楽しい、楽しいよー楽しいですね。映像をねこうライブ終わった後いただくんですけど、すごい楽しそうに踊ってましたね昨日。ゆまさんありがとう、あー嬉しい、ありがとうございます。ゆまさんコメント読むよ、ありがとうございます。嬉しい、昨日の名古屋公演最高だったよってありがとうで、ね、新年早々も本当に忙しい中会いに来てくださって本当にありがとうございますですよ。本当に2024年もいっぱい会いに行けるように頑張るので、これからもよろしくね、ありがとう。去年に引き続きいっぱい会えたらいいなありがとう。配信もねいつも見に来てくれてめっちゃ嬉しいし、
ライブもこれからも頑張るね。ありがとう、楽しい時間を。ハブー。ニュージーのライブ初めてだったけど、ダンスも歌も上手すぎてびっくりって嬉しい。ありがとう。これからもね、みんなで頑張ります。私も頑張ります。ありがとう。2周年コンサートも1ヶ月後ですから、1ヶ月半ぐらいかな。妹を初めてツアーに連れて行ってて嬉しい。ありがとうございます。ハマってくれてた。ありがとう。皆さんのね、拡散の力あってこその本当にね、あってこそですから、ありがとうございます。超孤独ライオンの頂上で待っとうよは私が言ってます。頂上で待っとうよ。大阪公演と愛知の公演でなんかどっちがいいとか悪いとかじゃないんだけど、言い方が変わった気がする。なんか自分の中で気持ちの入るあれが、どっちがいいとかは本当になくて、あのただなんかニュアンスが違ったなっていうだけの話なんですけど。セルフパートン、みんなの聞くの楽しい、いろんなパターン。うん、そう。長女の待ち方が変わった。そうだね。めっちゃ可愛い子があるって思ってたんだけど、丸山さんかありがとうって。なーに、めっちゃ嬉しいコメント、ありがとう。んさん、お名前呼べないパターンの絵文字、ありがとう、ありがとうございます。嬉しいね、いっぱい合わせてくれてありがとう。見てくれてるから目が合うんだよ、ありがとう。あと今納得した。おー、すごい、いっぱい見てくれてるやん。いいやん、いいやん、ありがとう。なるまささん、ありがとうございます。かよん、ちょきち、ありがとう、ありがとうございます。すごい、 UV カットの石みたいなやつに出て飾ったって、すごい、なんかUV カットの石すごい、そう、なんかありがとう、大事にしてくれてるっぽい。やった、ありがとう。世の中でいろんなものがありますね。変わって見えた、そう、変わって見えたと思う。たくさんの方と目を与えたかな。私のお雑煮はね、お家のね、お雑煮は大根と丸餅と、あとナルト巻き舌ナルトナルトっていうの、あのかまぼこ、そう、葉っぱ、何かの葉っぱが入ってる、何かの葉っぱ、水菜だ、水菜、水菜が入ってるです。あごだしだった気がする、あごだしだそうです。なるとミズナでした。お米炊いて炊いて、ご飯いっぱい食べて、味付けは、うん、お吸い物みたいな、醤油、だしと醤油と
まあ塩で味整えてみたいな感じだと思います。そうです。あ、鶏肉入ってる。まるてんさん、はじめまして、よろしくお願いします。そう、福岡ね、ブリとかもあるみたいなんですけど、だから伝統、一応なんか伝統的なものなのかな、私のうちのも、そのなんか村山家代々の、わかんないわかんない、なんかその辺がわからいません。鶏肉は鶏肉いいよね。鶏肉いいかな。鶏肉いいかも。私今日ダジャレ思いついたんだよね。なんだっけ、ダジャレ思いついた。あ、思い出した。いきます。地上の日常っていうダジャレを今日思い浮かべました。この何発表って感じだよね。地上の日常。二度寝三回寝ちは、よろしくお願いします。いや、コメントっていいね。こうとりあえずちょっと文字だけあればこう笑ってるように私的には見える。とっても嬉しい。ありがとう。抹茶さん、よろしくお願いします。抹茶さんだ、抹茶さん、抹茶さん。あら、私抹茶好きです。よろしくお願いします。はじめまして。地上の日常どうどうっていう、この皆さんが答えにくいなんかコメントも。はい、ありがとうございます。あ、ガンダツイッターであげようかと思ったけど、さすがにちょっとそこまでの勇気はなかった。お、使うって、やった、使ってね、いっぱい使って。確かに、そういう時のモーメントや、モーメントやんてやん。確かにそうだよね、そうだよね。ちょっとモーメントね、これからですからね、楽しみに待っててください。なんでそれ思いついたの。すごいいい質問、いい質問です。普通にあのアニメを見てたら、なんか日常って言葉に「あ、地上って入ってるやん」と思って「お、地上の日常」っていう、そういうね、あの普通にアニメで、普通でなんか「なたらな日常が」っていうセリフがあったんですよ。その瞬間に「お、お発想、なんだ、連想ゲームみたいな感じでなった。世界で一番、それ褒めすぎ、褒めすぎて本当かってなるよ。って、ね、ありがとう。そう、今初出し、今初出し、さっきだもん。こう寝て起きて、こう頭がちょっとまだ働いてない時に、そういう思いもよらぬ発想って出てくるよね。そういうことです。ゆうとが16日に気づいた時みたいに、リンゴが落ちたみたいな、そういうことよ。そういうこと、そういうこと。そういうことですよ。ありがとう。私はあのふわふわ配信が強力な理由、それ本当に。そうなの。
寝ぼけてる時のね、ふわふわ配信はちょっと、ね、私が何喋ってるか分かんなくなっちゃうから注意が必要です。こんにちは。ね、ダジャレね、ちょっとどんどん出していきたい。私ダジャレね、こうなんだ、ダジャレ言ってますけど、私はね言うより聞く方がどちらかというと好きというね、あんま思いつくことないんですよ私。だからダジャレ、あ、これダジャレにできそうと思ってかするぐらいしかできないんです普段は。だから珍しいの私がこうダジャレを作れてテンション上がった。なんて呼びしたいんだろう。 KKこれはサイですか、オリですか。私の視力、私の視力、頑張れ。いやー、わかんない。こうすっごいスマホってやっぱ文字がちっちゃくて。はじめまして、ありがとう。ちょっとお名前呼びとかね、かおりさんかな、かおり、お、じゃあオリかな、かおりさん、ありがとうございます。あら、花束もありがとう。私の視力が追いつけなかった。かおりさん、ありがとうございます。たいしんさん、こんにちは、よろしくお願いします。はじめまして、ありがとう。光に当たるとね茶色く見えるけど、そう、普段はそんな茶色く見えないと思う。ダークブラウン、これスナイパーじゃん。いやいや、とんでもないです、ありがとう。私コンタクトしてないですよ。一応視力いいはずだったんですけど、多分今年もう視力検査したらもう絶対に落ちてる。今まで私は A を貫いてきたんですけど、もう B とか C とかなってると思う。もう視力は絶対に落ちてるなってもう実感するしますもん。ひなのさん、こんにちは、よろしくお願いします。うん、遠くが見えるけどぼやけ出してきた。はあ、携帯の見過ぎですこれは。もう圧倒的に携帯の見過ぎ、もう 1.0 は超えてます。 1.5 だった今までは。始まってますね。そうだよね、危ないよね、そうだよね。もう絶対視力落ちてるもん。やだー、やだよー。私のさ、周りで眼鏡の子とかさ、コンタクトの子とか、朝が大変なのが分かってるのよ。そう、私カラコンつけるのでさえ「よし!」って結構なんかもうね、手とかもやっぱ綺麗にしないといけないじゃん、こう目に入れるものだから。こうやって、ね、手洗って、洗うのダメなのかな、え、わかんないけど、なんかこう、まあ、とりあえず手綺麗にした方がいいじゃん。そのコーナーでね、時間かかるわけですよ。最近ぼやってきてるね。なるよね、いやー、やだよ。くまちゃん、ありがとう。すぐ慣れる。でコンタクトのさ、このゴミ出るゴミあるじゃん、これちょっと水入ってるじゃん、だからこう丁寧にゴミ箱に捨てないと。てか、なんならまずこれをゴミ箱に捨てちゃったらいいのかって思うのに、この水分どうしよう問題とかなんかいろいろあるからさ、ね、グナイチャーパズル楽しいよね。私も昨日早く寝ようと思ってたけど、とりあえずイコノイジョパズルのユニコーンがなくなるまで5回 ?4 回だっけ ?5 回はちょっとゲームしてから寝ました。意地でもあのライフをたまる時はためようみたいな感じで、こうとりあえず5回だけこうゲームしてから寝ました。楽しい。昨日寝ぼけすぎて私はあんまスコアは伸びなかったです。私はこうどこかの順位、どこかのランキングの
順位でね、あの100位以内に入るのを目標に頑張ってますが、なかなか入れないですね。皆さんすごい。仕事終わりません。ダメですよ、本当にダメですよ嬉しいけど、昨日はそう、ちょっともう眠気ながら、あーやんなきゃ。ゆうかちゃん100位以内には入った。すごい、いいな。最高スコアは2万1000ぐらいかな。1回だけ、2万出たのも3回ぐらいだけ。ゆうかちゃん承知で頑張ってます。イエー、嬉しい、ありがとう。今何位ぐらい。私はね、ちょっと本当にちょっと頑張るけど全然いけない。もう順位が最近ね、10人抜かしとかしか抜けない。全消しはできない。全消しめっちゃ難しい、一回もできない。なんか全消しできそうと思っても一個余ったりするじゃん。とか全消しできるかなって考えてるうちに上からズドーンってこうロックのかかったものたちが落ちてくるから、あー間に合わなかったってなりますね。そう、頑張ったね私あのさ、声めっちゃ高くない？いくよとかめっちゃ声高とか思いながら聞いてる、自分で自分の声を。私のね、あのスキル全部のね、カード持ってるカードの全部のスキルを試したことないんだけど、自分のスキルどんな感じなんだろうって思って、あの一回やっ設定してみたのよ。したら意外とね、その私の持ってるカードの自分のスキルがなんとかなんだか使いやすくて、すごい全部黄色にしてくれるんですよ、この辺の一帯を。なんてめずなんかすごい使いやすいと思って、私自分を使ってるっていう他にもね先輩方とか使わせていただいてるんですけど、あの結構あの自分を使ってますすごい使いやすい。毎回自分が出てくるのがなんだかあれなんですけど、私たちすごくないって言ってる、本当に言ってるのか。おお、私はね、あの違う方ですね自分さすがに多分推しメン設定とかなのかな、とか一番上の設定、それはもしかしたら一番上は自分推しではないないなの、内緒です。でもランク外ですよ、全然ランク外。そう、私たちすごくない。私もあの先輩をね推しメン設定させていただいてるんですけど、わあ嬉しいってなりますね。ゲームしながらこう褒めてもらえるとめっちゃ消したねってかありますよね。レグルさんありがとう、今年もよろしくね、ありがとう。頑張っちゃいますはめっちゃなんか撮った記憶がある、頑張っちゃいますそう、兄もしてた、ゲームはあれじゃないですか、カードをさ自分のスキルのところにさこう設定してたらランクインできるじゃないですか。だから私も自分のところにあの参加させていただいてるんですけど、使いやすいスキルがのために。それお兄ちゃんもしてて、そうお兄ちゃんよりは上だったやったーってか、なんならあの年末年始一緒にいた時にゲームして抜かしたって感じ。兄ちゃんの推しは私じゃなかった。誰推しにしたのって言ったら違う方でしたよ。いやこれに関してはね、あの私だとなんだか不思議な感じがするなとは思う推しじゃないじゃん兄弟からしたら推しじゃないじゃん、妹じゃん。なんかこう
推しメンになるとなるでなんだかなんか不思議な感じがするような。そうそうそう、ニックネームなんだろう、私もわかんない。だから多分ランキングな並んでもわかんないと思う。私もさすがに変えてるから名前多分見つかんないと思う。そう、妹ではあるけど推しではないじゃん多分。多分推しじゃないじゃん、その妹として応援してるっていう、そうそう感じなので。リクヤ君ありがとう、開運長吉ありがとう、ありがとうございます。そうすごいね、あのカウントダウン TV さん出させていただいた時もあのリアルタイムでね言ってくれてましたよ。嬉しい、結構いろんなところに宣伝、いろんなところっていうか宣伝してくれてたみたいで嬉しいね。うん、ツアーどうなんだろう、行きたいとは言ってたけど多分来てないと思う。ニックネームなんだろうね、ゆかむらやんは。だろうね、どういう紹介の仕方をしてるんだろう、私のことは全く知らない。こんばんは MK さん、よろしくお願いします。メイク道具紹介なんだろう、何使ってるのかな。リリミューめっちゃ使ってます私最近、あのツアーの時のリップはリリミューの2番を使ってました。第一公演こんばんは、1時間半くらいになったら配信終わろうかなと思います。6時半ぐらいかな、だからこのルームにいることもあるけどらしいけど、でも分かんない。いつ来てるか分かりません。ちょっと眩しくなってきたのでライト消します。すごい今なんかあの画面との眩しさギャップが。ついでにお水飲みます、失礼いたします。部屋が暗く見える、まあ、物理的に暗くなったのもあるけど日が落ちてでも暗く見える、逆に眩しく見える。すごい今トンネルから出た気分、逆トンネル、ひつまぶしくなった。よく思いつくね、面白い。コインどのくらいだろう、どのくらい、見てない、見てないな、見てないけど溜まってはいる。どんくらいだろう、受けた、不意に来ると受けた。パック引けるまで結構時間かかるかも、確かに。そう、いいね、ブルーいいね。この間あのメイクさんにリリミューの黄色のねベースをね
使っていただいて、黄色めっちゃいいよっておすすめしていただきました。あいみもね、何色だったっけな、何色か使ってるのをね見たことある。何色だったっけな、緑か黄色、緑ピンク、うーん、緑か黄色使ってた気がする。そんなこと、中目黒さんお綺麗ですよ、頑張ってくださいね、ありがとうございます。こういう言葉がかかってる、面白い、よろしくお願いします。村山由佳です、こんばんは、こんばんは。ブラシ使ってます私、こう斜めにカットされてる目の際とかに塗る用のブラシめっちゃ使ってる、めっちゃ使いやすいです。細さと太さと、うん細さ、その細さ太、こっちの細さとこっちの細さ、薄さ、薄さと細さめっちゃ使いやすいですお仕事疲れ様、お疲れ様。ホットココアなのかな、あったまるね。下地は、下地はな、それはメーカーってことかな、メーカーはねポール&ジョーかマキアージュ、なんか何がいいかが分かってなくて、私も分かってないんだけど、一回友達からのプレゼントでポール&ジョーいただいて、すごくなんかこう下地にね、ぜんざいぜんざいありがとう。そう、下はなんかこうベースは肌にいいものを使おうっていうのでなんかいいのかなーと思って、ポール&ジョーなんか美容成分とかおそうだし、なんかいいかなーと思って、ランキングとかも結構上位だからいいかなーみたいな、私結構ランキングで決めがち何がいいかが分かんないし、私普段あんま試さないんですよ、同じものをずっと使い続ける系の人だから。今日ありがとうレグルズさん、ありがとうございます。そう、ランキング見ちゃう。アイライナーとかもなくなるまで一本でずっと使うしみたいな。そうそうそう、だからね、うん、基本買えないかな。おお、ありがとうヨタくん、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう、コメント読むよ、ありがとう、だわ、明けおめ、改めて本当にね、たくさん2024年いっぱい会えそうね、いっぱい見えあったよね、でももうめっちゃ近かったけん最高でしたよ、嬉しかったですよ、ありがとうございますね、ありがとう、なんかこう目合った時に話してくださるからすごい嬉しかったです、ありがとうヨタくん、またライブとかでもいっぱい今年も会えたら嬉しいです、ありがとう。ゆかちゃんのパフォーマンス改めて大好きだよって、嬉しい、近かったもんねいっぱい見れたかな、ありがとう、これからも好きでいてね、ありがとうございます。確かにケンって言ったかも スピンズさんとのコラボの T シャツどっちの色がいいかな、どっちの色がいいかな、それ悩むよ、どっちも可愛いんだけど、私全部全部揃えたいっていう気持ちです、本当にもうね、デザインが可愛すぎて可愛いです。3種類かなあるんですけど、種類柄がね、もう全部可愛いの、全部可愛いし全部ジョイって入ってるの、もうね全部です、これ2種類とも、うん、両方多分春先とかになったら白系が多分使いやすいと思うし、明るい色だから、そう
暗い色は秋冬とかになるのかな。私はあの夏でも黒が好きだから白も黒も白って黒ってどっちどっちもね、いや黒っていうね。リグルさんありがとう、 I love you、 ありがとうございます。そうなんですよ、声のボリューム上がった、音上がってたどっちも可愛い。私オフショットあげてないよね。オフショットあげようと思って思ってたら新年を迎えてしまいました。オフショットあげます、いっぱい撮ったの。こんにちは、こんにちは、遊びに来たよ、ありがとう、嬉しい。先ほどもコメントをありがとうございます。ねっうさぎとテレビ、うさぎとテレビ、こんばんは。いっぱいね、今日は30分ぐらいまでします。だから25分ぐらいになったら何時読みもしますね。名古屋の時の髪型は編み垂らしです。ここをねちょっとこっちから持ってきて、ここで編み込み、三つ編みこうしていただきました。こんな感じ。私も好きですね、三つ編みが入ってるとなんか可愛い系だよね、ちょっとね。私は大好き、自分じゃできないからなおさら好き。あ、なんかやってる風みたいになった。あ、じゃあこれでいきます。ゴムないけど、私さ毛先にも向かって毛量がないから、あの必然的に細くなるんですよ。だからなんかいい感じだった、このままでいい。三つ編みね、私ね三つ編みはできなくて裏編みしかできないんですよ。パッと見一緒やけどね、パッと見一緒だからいいのヘアゴムいらず、ヘアゴムいらずですよ。ファンデーション最近ねいろいろ使ってる、なんかこう決まって特定のものがないなっていう感じです。なんかいろいろ使ってます。何がいいなね。ライブの時はあのシュウエムラさんのリキッド、そう私乾燥がすごくて、乾燥肌ですごい保湿系のを使ってます。ベースアイシャドウとかね結構プチプラ使ってますけど、ふむふむ、これ保湿系が多いかも。うん、こんばんは。昼と夜公演の間でももう乾燥をそうしてるから、一回まあメイク完全に落とすわけじゃないけど、もう一回保湿して上からね保湿してリセットみたいな感じではしましたね。ステージだとね乾燥しますね、スモークもあるし。こうメイク道具とかはね、シノさんありがとう、虹色の星ありがとうございます。メイク道具とかは本当にその人もう一人一人多分変わってくると思う。肌に合うつけるものとかは特に肌質とかがあるから、あと色味とかも本当に
一人一人違うからね、難しいよね。昨日の涙袋私どうやって作ったっけ。でもお前ね、毎日メイク違うから同じメイクができなくて私も困ってる私ほんと最近メイク瞑想中だから。はたりがとう、はじめましてね、くまちゃんありがとう。メイク瞑想中、大瞑想だよ、どうしよう、全然なんか決まんない、定まらない。参考になる？ありがとう。今日も違うもんメイク、チーク変えたね最近。チークね、こないだまではちょっとね、オレンジ味も強かったんだけど、最近ちょっとピンク目が強い方に変えてみてる。全部似合ってる。どうでもない。メイクってさ、足し算引き算あるじゃん。ここは足してもこうなんか全部が塗りすぎたらいい、 塗るのがいいってわけじゃないじゃないですか。垢抜けてる方ってなんかこう、ここは濃いけどここは逆にもうほとんど何も足さないみたいなのがあるから、そういう足し算引き算がもう難しくってですね。難しいね、わかんないねこっちも三つ編みしよう。でさ、昨日美月がツインじゃなったったじゃないですか。それが可愛すぎて、楽屋で可愛いねってなんか一人でなんかつぶやいてたんですよ、ブツブツと美月と目があって聞かれてしまったっていうことが昨日ありましたね。可愛かった、可愛い、なんか何回も可愛いねって言っちゃってた。めっちゃ可愛かった。マジ自然に出てしまった可愛いをすごい言ってしまってびっくりさせちゃったなっていうね、昨日本当に可愛いねみたいな、めっちゃ似合ってるとか、なんか本当なんかこんぐらいで言っちゃってたの可愛かった。そう、なんか驚いてましたね、びっくりしてた。なんさんありがとう、愛知公園お疲れ様、昼公園楽しかったよって、タワーありがとう、昨日いっぱい見つけれてめっちゃ嬉しかったです。私も本当にありがとう。小さめでくし、そうなんかするタイミングがねあれだったからどうしようと思ってチュッチュッてしちゃった。でも他はねいるなんだ違うなんだ指差しとかそういう系とかいっぱいねできてたから嬉しかったです。さん見てくれてありがとうございました、本当に嬉しかった。新年そうたくさん目合わせてくれて嬉しかったよって、嬉しい、私もありがとうございます。またライブでいっぱい会えるように頑張りますね、これからもいっぱいに来てね。ありがとうなさん、たわもありがとうございます。いい年のスタートだ、いい、ん2024年のいいスタート。スケッチブックのネタ変えようかなと思ってる、お期待してます、やった楽しみにしてますね、ありがとう。可愛かったよツイン。ふみおさんはじめまして、村山由佳です、フォローまでありがとうございます、よろしくお願いします。今日の服の系統ね、あんま水編みちょっとあれだねこっちだけ取ろう。お疲れ様です、お疲れ様です。遊びに来たよって、ありがとう。明けおめ、明けおめ、裏編みと三つ編みは
向きが違う。普通の三つ編みはねこっち向きなんだけど、裏側に裏側が見えてるよみたいな感じ。裏編みなんかね編み方が違うみたい。リクヤーくん中吉ありがとう、ありがとうございます。そうだね、そうポコポコするのがなんか あんまもうできてないんで、あんまできてなかった。めっちゃ薄いのっぺーってしてる。何この三つ編み、何これ。のっぺーってしすぎて参考にもならない三つ編みが出来上がってる。こね、こちょっと説明が難しいですよね、こののっぺーのっぺ編みだね。思ったよりのっぺーってしてた。のっぺ編みうまい。いやもうねファンの皆さんね、もう可愛くて可愛くて、いやー癒されたけど女性のね、なんかね、あの皆さんのお洋服とかも、まあ上はねトップスとか結構見えるので、どの方も「あ赤のお洋服着てくださってる」とかね見えてましたよ。嬉しい、たくさんねこうおしゃれとかねしてくださってる方とかも嬉しいってなりますね。ありがとうございます。ね、そうなんですよ、すごいすごいすごいってコメントが。いただきます。やったらいいよ、ぜひぜひやってよ、盛り上がりそう。ありがとう、ありがとうございます。なんで見たよ、パーカーとね T シャツどっちも可愛い。なんかあのパーカー可愛いよね、いいな。私もツアーで、わかんない、東京公演は着るか私も知らないんですけど、わかんないんですけど着たいね。しパーカーにスカートってもう可愛い組み合わせなの間違いないじゃん。私もう普段でもそういう服が大好きなのに、もうそれでステージ立てるなんて最高って思いながら、アンコール楽しかったな。大きいトレーナーグレーなのがいいよね、またね色がね、デザインもなんかかっこよくない、好き。でも誰が一番テンション上がってたかっていうと、レノンが一番テンション上がってた。学園で誰よりも着替えるの早かったもん。着替えるの早って言ったら「慣れてるからね」って言ってた。ゆうまさんはじめまして、こんばんは、よろしくお願いします。そう早い早いね、ありがとう。そうるのが一番早かったよ。結構ね、あのもうみんなメイクとか髪型とかもセットしてるから、こう崩れないように結構頑張ってくぐるんですよ。クワッってするのに、ね、気づいたら早かった早い。るのはねこうダボっとした系とかがねよく着てるから、グレーのパーカーとかもよく着てる。めっちゃテンション上がってた。で夜公演になると、その楽屋というか入ったら、あのパーカーじゃなくて「あらパーカーじゃない!」なってた。レノの大好きなパーカーが。Tシャツは私すごいデザイン好きですね、どっちもね可愛いんだけど、レノはパーカー激推しだったからがゆえにね反応面白かった。もふもふさんはじめまして、よろしくお願いします。確かに MV でもレノパーカーが多いかも。ねえ。
みんななんかテンション高くて可愛いって、なんか可愛いって飲みながら見上げてますね。そうね、結婚してありがとう、欲しい、ありがとう。パーカーリーダー確かに誰よりも着てるのかもしれない。ケータリングのスペースに集まってるのもなんか可愛い。うわー、みんな目キラッキラしてるもん。昨日はね、お弁当、普通にお弁当いただいたんですけど、あのお弁当のなんかこうパッケージ、なんだろう、その蓋になんかメッセージが書いてあって、なんか絵とメッセージが Thank you とか、なんかそういう何弁当、ロコモコ弁当いただきましたね。すごいなんかおしゃれなお弁当いただいて写真撮っちゃった、つい。そうなんかね、しかも一個一個メッセージ違うの、もう何十個って弁当のね、その同じものではあるけど、その箱があるのに一個ずつ違うくて、絵も違うくて可愛い。私はなんか太陽さんさんの中ピカーンって光ってる、うん、撮りましたね。可愛かった。うん、メッセージね、嬉しいですよね。嬉しい。そう、私スタバもう、まあ、メッセージって本当に多分あんまないの、書いてもらったことが。忙しいじゃん店員さんって、だからあんまりなくて、結構ネットとかで SNS とかで見てて、ああいいなーとか思ってたんだけど、そう、本当にそういう気分だった。私はお友達にね書いてもらって、やったーってめっちゃテンション上がったことがある。やったー、メッセージだーなったことが嬉しいよね。かわいい、ありがとう。確かにぜんざいには見えてきた。なんだろう、真相は。ホットココアなのか、ホットチョコなのか、ぜんざいなのか分かんないけど、ありがとう。都市伝説だと思ってる。なかなかね、結構レアだよね。だからね、レアなんだよ。ね、すごいよね。こんばんは。こんばんは。すごい。推しキャラ描いてくれた、すごい。それ絵上手くないと、まずさ、私がもしさ仮に描いたとしても、はーやーってなっちゃいそうだし、すごいね、その店員さん、すごい。似顔絵めっちゃすごい。いやー、すごい。スタバの店員さんってでもいろんな技術を求められるやん、すごい。ミントさん、こんばんは、はじめまして、よろしくお願いします。ね、そう、慣れてないとね、なかなか描けないよね。ああいう場だったらさ、なんか「えスペルなんだっけ?」とかになりそう。私だったら「なんだっけ?」ならない。なんか改めて考えると分かんないといけない、漢字とかも。言葉も嬉しいよね。いいね。絵うまくなりたい、私も絵うまくなりたい。私今年結構もう、あの、そう、ニアジョイの、どこだっけな、どこで見れるっけな、公式のホームページのどこかで年賀状が見れるんですけど、メンバーが書いた。私の画力がなんか爆発してしまっていまして、もうなんかもうとんでもない年賀状が出来上がってるんですけど、皆さん見ていただきました。
画伯発揮してた。なんか難しくて下書き書いたんですよ私。下書き書いて結構私の中では結構なんかいい感じじゃんと思ってたんですけど、カラーペンにお手本はなく自分でね書いてしたんだけど、そうカラーペンを持った途端になんだか様子がおかしくなってしまいまして、配色となんだかなんかなんだかんだのなんか何かが起きてしまった。見てきて、ぜひ見てみて。多分公式ホームページのどこかのページがあるあった気がする。私そこで見た気がする。すごい先輩方のとか他のメンバーのとか見たらめっちゃ可愛くてすごいと思いながら、私はねあれね愛着ありますよ、愛着あるからいいんだけど、他のこと、まあ、比べるものでもないと思うけど、比べてみたらなんかすごいなんか画伯してるなと思いながら、そうみんな個性ね、それぞれに個性ある。龍ってね難しくて、なんかねいろいろねネットでね龍の描き方とか調べてみたんだけど、私が描いたらいろんなね方法を試してみたんだけど、そう馬か牛になるの、馬か牛かへなんだっけ、になってなんだか難しいんですよね。そう難しい、絵って難しい、絵上手くなりたいですね。似顔絵とかも似せられないのよ、見せられないから難しいね。砂の描き方、ああなるほど、砂の描き方か。牛年にしよう、そうしよっかな、馬年にする。あ牛派か馬派かでまあ分かれちゃってるね。どうする、本当は辰年なんだけどどうする。緑の牛か緑の馬。どうしよっか。本当はねこうちょこんってしてる風のね、あの縄にちょこんってしてる風のあの竜を描きたかったんですけど、まあ私の想像とは思うようにはいきませんね、難しいね。結構私の中で時間をかけているので、あの上手い下手は別として時間はかけて思いもこもってるので、ぜひゲットしてくださいね。そう、こんな私絵描くことがあるとは思わなかったです。あの今ツアー会場でのくじ引きみたいなの、特典のくじ引きであのパネルが当たるよとかチェキが当たるよとかあるじゃないですか。ああいうのも本当にあの手書きでね、もちろん当たり前のように手書きでさせていただいてるんですけど、あのちょっとどこだっけな、あの福岡公演の絵も なんだかちょっとおやおやっとしておりますし、あの大阪公演の絵もちょっとおやおやっと、どの公演もちょっと絵を描いてたはずなんだけどちょっとおやおやっとしておる気がしますね。まあそれも味です。私龍の描き方もなんか今年でちょっと完成しました。似てるか似てないかは別として、私の画力はあのイコノイジョンミュージアムのパネルでね結構あの結構見ていただいた方も多いと思うんですけど、難しい、あのね構造がおかしい、あのなんだろう、首こんなところにいないでしょみたいな、腕どこから生えてるみたいな、なんかそういう絵になるんだよね、なんでか私が描いたら。頭身がおかしいというか、うん難しい。うん、味のある絵、そう味のある絵ですよ。サンタさんとかパネルって当たった方いらっしゃるのかな、なかなか見かけないんだよね、あ回ってこない、当たったよって、当たってると嬉しいな、頑張って買えたので。どのぐらいの確率なのかも分かんないし何とも言えないけど、絶対当たらない、結構難しいのか、チェキとかもなかなかね難しい、半だけど大丈夫、まだ大丈夫、でも19時前には絶対に終わります。ラーメンいいな、ラーメン食べたのめっちゃいいやん、
私は夜まだ食べてないけど、どうしようかな。そうねえ、パネルってどうなるの。私結構おおってこうおおおおっていう感じのね出来ではあるんだけどな。当たってほしいな。なかなかね、夕飯決めてほしい。なんだろうな、なんだろう、鶏肉の甘辛炒め細かまあできたらでいいですよ、全然できたらぜひぜひ。あれ、レノン、リュウになかったっけリンちゃん、レノンのね絵はね、もうレノンの味だよ、めっちゃ。でもうまい、レノンってね絵めっちゃうまいんだよ。もうね、甘いの辛いのどっちも甘辛炒めですなんと難しい。麻婆豆腐、中華の気分じゃなかったな今日は、お肉の気分でした。え、待って、餃子食べたくなってきた。餃子ってね、私最近餃子の美味しさに気づいてしまっているので、餃子のことを忘れてたら、餃子の存在を忘れてたら食べたいっていうか、こうなんないんだけど、思い出したら不意に餃子って食べたくなるんですよ。本当に中華やんね、今中華から連想して今日餃子食べたくなってきた。私もうね、スペックのドラマも何回このルームでこうね配信でスペックの話するんだってなるんだけど、知ってる流れだなスペックを見てから私餃子がすっごい今どうも、もう食べたくなってしまいまして、本当に影響ありあり、もうめっちゃ美味しそうに食べてるんだもん。スーパー行ったらね、毎回餃子コーナー、餃子コーナーっていうか、そのお惣菜の餃子が毎回毎日売られてるんですよ。あ、食べたい食べたい、でも今日はうーんっていつもね迷ってるスペックの影響ありありよ、私は影響されがち、何でもかんでもそう飯テロ、本当にめっちゃもうまんまとですよ、美味しそうすぎるよね。なおさんこんばんは、こんばんは、よろしくお願いします。スペック知ってますよ、今見てるんです。あともう最後の1時間半ぐらいを見終わったら終わりです。終わりたくなくて見てない、まだ終わりたくなくて見てないのよそう、もう全部私はもうスペックでもうドハマりしてるからね。5年後も同じことよ言ってるかも。映画もそう、もう本当に最後の最後です、起承転結のもう最後です、ラスト1個見終わったら終わってしまう、終わりたくない、終わりたくないのよ。そう、10年くらい見てない気が合うかもしれない、最終回って。そう、レモンあげるのこれちょっとね、占いあれしなきゃ。皮ごとってすごいよね。なんかさ、みかんの皮とかさ、たまにそうおばあちゃんがこうなんか作ってくれてたりするんだけど、みかんの皮とかレモンの皮系ってちょっとピリッてするじゃん。さあなるのかなって思いながら、すごいかじってるって思う。皮ごとってなかなか
最初から見て、私最初から見るタイプ。おー、最初から。私ね、同じものあんま見ないんだよね。一回きりなのよ。そうそう、レモン自体なんか中の果肉食べてないよね、ほぼ。もうなんか皮だよねどのスペックが欲しい。迷うな。でもやっぱり時止めるの結構無敵じゃない？これだよ。ちょっと無敵感あるよね、強いもん。でさ、クレーンってしたらもう方向変えるんでしょ。すごすぎよあれ。怖いけどね、自分がされるとなると怖いけど。ギビバッチン、多分配信だからうまく聞こえてるだけで、実際聞いたらちょっと鈍い音ですよ。ガスーみたいな、ズスーみたいな、なんか鈍い音です。こっちできない。私ね、多分右の方が握力あるんだよね。左はの、あの、ここペンを持つ時とかの、ここ集中的にこの3本だけこう力が入るだけで、ここ横にスライドするとかそういうのあんまり、こう左は感覚が、右の方がしやすいです。左利きなのに。そう、まあ、ダンスとかでね、右の方が使うからね、必然的に。これなんかすごい、おお、なんかいる、わあ、なんかいるってこんばんは。やば、あとちょっとだ。さすがにちょっと男女見ましょうか。指の付け根にここでしょ、ここだよね、多分。本当に鳴ってるって感じだよね。そう、マイク持つからね。そう、こっちあんま動かさないね。こっちで手でさ、結構こう「はー」とか「フォー」とかこう動かしたりしてるから、力が。腕も多分右の方が太いんじゃないかな、もしかしたら。わかんないけど。じゃあそろそろ誕生日をしていきます。13位の方からです。13位、伊藤ちゃん、ありがとうございます。12位、なるまささん、ありがとうございます。11位、いちかさん、ありがとうございます。10位、やすひろくん、ありがとうございます。9位、しどさん、ありがとうございます。8位、月夜さん、ありがとうございます。7位、りくやさん、ありがとうございます。6位、るぐるさん、ありがとうございます。5位、よまさん、ありがとうございます。4位、なんさん、ありがとうございます。3位、よたくん、ありがとうございます。2位、しんさん、ありがとうございます。そして1位、けんちゃん、ありがとうございます。皆さん、タワーもありがとうございます。たくさんありがとうございました。ありがとう。またね、1週間後、今日はツアーの話もできて嬉しかったです。1週間後ツアーですので、それに向けて1週間頑張りたいと思います。皆さん、ありがとうございました。たくさんありがとう。皆さんも、今日は金曜日ぐらいだよね、確かカレンダー見た感じそうだったような気がする。なんとなくそうだったような。ということで、皆さん今日も見てくださってありがとうございました。またねー、良い午後をお過ごしください。今日も一日お疲れ様でした。バイバーイ。